やあ、ワイヤ、ケツ酒男や、あさっての CGC に向けて、ダイヤ買ったから交換するんを。いや、一回直してあるっぽいんだよね、なんか。あー、でも削ってますよね。削ってる。すごい割れてるけど、これ大丈夫なの？ダメ。大丈夫これ。ガムで取ったらパンとか言う。いや、そ、マリスか。これ勝ったね、もう。ああ、勝ったよ。これ勝った。飛べない豚、ただの豚だから。え、何も書いていいですか。飛べない豚は、ただの豚。飛んじゃうから。飛んじゃうから。やばい。味噌全然ない。やばいよ、フロントとリアだけでも、入れ替えるべきだったね。いや、今になって不安になってちゃった。皆さん、アンバサー、私です。今日は、ハンター株でレースに行ってきたよ。暇ならゆっくりしていってね。今日は、CGC 行って、おバイクのイベントに来ているよ。駐車場からパドックまで、おバイクをしてるんだけど、地味にこれ疲れるな。すでに、レースは始まっているのかな？何食いやすいのこれやんのか。ありがとうございます。頑張ります。株でハードエンデューロのプロフェッショナルも来ていたのでご挨拶。私のハンター株が最強だってところをプロ先生に見せつけてやりたい。さーて、そろそろケツに火入れて行くぞ。今日は本気と書いてマジのガチで。マジってやつ、周りの参加者に見せつけてやるんを。おー、入ってんじゃん。ついにレーススタート。今日は、最後尾スタートだし、怒涛のごぼう抜きで行くぞ。なんか、楽しそうなヒルクライムで、遊んでる人いて笑った。私は華麗に、スルーを決め込む。いきなり結構傾斜のきついところ、登れるかな？おー、開いてんじゃん！めっちゃ失速したけど無事クリアー。ギアが入りにくくなったけど気のせいか。ケツ酒男には負けられない。身内には卑怯な手を使ってでも負けたくないんを。こんなの登れないよ。マジ無理無理。やばすぎでしょ。おー、開いてんじゃん。マジか、ケツ酒男行っちゃったよ。これ登れるかな。やっぱり無理じゃん。
きなり押しに入ってくさ。YouTuber の方ですか？そうです。おい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 、いきなり罪だよ。どうしよう。ヘルプ早くねって。身内が近場にいるならヘルプしてもらうのは当然でしょ。辛いのやりたくないからね。ガハハ。忍者全然ダメだもん。うわぁ。ちょっと待って。これマジ無理。きついって、マジ重すぎて無理だって。なにこれ。ダメだよ。エンジン切って、押して抜いちゃうよ。あれ？もしかして、ミニバイパニックで遭遇した、この時の方ですか？また抜かれちゃったんを。ダメだよこれ。こんなカブでやっちゃダメだよ。おー、開いてんじゃん。ちょっと待って、なんか一足入れてるのに全然パワー感ないんだけど。路面の土にパワー食われてるんかこれ。いやー、マジここで止まったら、もう絶対登れる気がしないから、なんとかして登りきりたい。これだけ、傾斜きついと、さすがの、ハンター株でも、パワー全然出なくなるか。これ以上傾斜きつくなると、もう押さなきゃならないし、ほんと勘弁して。てか、長えよ、どこまで登るんですか？救いはないんですか？もう行き上がっちゃってきついよ。よいしょ。おい、開いてんじゃん。てかまだあるんだけど。やっぱ行けなくてくさ。しばらく休憩して再チャレンジ。止まる前に降りて押しに切り替えるぞ。絶対クリアする。危ねえ、アクセル戻せなくて気に吸い込まれて激突するところだったわ。もうフラフラじゃん。もうここまで来たら十分でしょ。リタイアしたい。よっしゃ、登り切った。そろそろ行こうかな。まずはい。マジかよ、エリカ様に周回遅れにされちゃったのを。悔しいんを。あ、なんかここ気持ちいい。やっとゆっくり走れた。ゴールまだかな。おい、開いてんじゃん。ここで異変に気づく。あれ？ギア変えたつもりが、これ、変わってないんだけど？なんか、マシンに違和感を感じるんだけど、とりあえず進んでみんべ。これ気のせいじゃないなぁ。なんか、
パワーダウンしてる感じするけど、これオーバーヒートしてないか？すごい2周目、2周目頑張って、エンジンオーバーヒートしてるのかと思ったんだけど、クラッチもおかしい、ギア全然変わらないや、シフトペダルの軸もガタガタしてて、これやっちゃったパティーンかもしれん、クラッチやらかすのは痛い。ドドドどうしよう、ここでやめるか？これ以上やると、もしかしたら取り返しのつかない故障になるかもしれないし。おい、開いてんじゃん！エンジン切って、しばらく冷ましてから、最後に、トライしてみる、亀になっちゃうので、ここであえて、ラインのないところからの一回のチャンスにかけます。行くでー、私の本気見せたるわ。あ、嫌な予感。え、エンストしたんだけど。もうフラフラだから、ここでやめておけばいいのに、もう一回トライし始める。うわあ。見てこれ。エンジンかかったんで、なんとか、パドックに戻りたい。でも、もう戻るだけだし、あとはのんびり帰れば、おっ。大丈夫だ、帰ってこないからどうしたんだろうと思って、あともうちょっとで一周だね。お疲れ様です。帰ってこないからどうしたかと思っちゃったよ、もう。大丈夫、あ、いいよ、そうそうそう。ちょっと待って。大丈夫。後ろから見ると左向いてるけど。というわけで二人とも一周できずにマスインをぶっ壊して帰るのであった。それじゃあ、今日はこれでおしまいにしておくね。
次回も暇なら、また見てね。それでは皆さん、アンバサー。